ミハイル・サーカシュビリは、ジョージア及び、ウクライナの政治家。2003年11月のバラ革命では、指導的役割を果たし、2004年1月4日に、行われた選挙で、第3代ジョージア大統領に選出された。ミハイル・サーカシュビリあるいはサーカシュビリ、サーカシュビリ、サーカシュビリとも表記される。大統領退任後に、ウクライナ国籍を取得して自実。また、 ジョージア政府とウクライナ政府から逮捕状が出ていた。ところが、2019年5月28日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領により、ウクライナ国籍剥奪が撤回され、現在はウクライナに戻っている。1967年12月21日に、ソビエト連邦のグルジアソビエト社会主義共和国のトビリシに誕生する。父は、温泉療法を手掛けた医師で、 母は歴史学者というインテリゲンツ屋の家庭に育つ。1992年にウクライナのキエフ国立大学国際法学部を卒業後、アメリカ合衆国に渡り、1994年にコロンビア大学法科大学院で法学修士号を取得。その後ニューヨークの法律事務所で勤務している間に、政界入りの誘いを受け、同年12月にグルジア議会選挙で、 シェワルナゼ大統領の与党グルジア市民連合から出馬し当選。当選後は新選挙制度、独立した司法制度と警察を設立するための議会委員会の委員長となって、たちまちその名を知られるようになり、1997年の調査ではシェワルナゼ大統領に次いで2番目に人気のある人物に挙げられた。2000年10月12日、 シェワルナゼ政権の法務省に就任。腐敗し、政治の影響力が強い刑事裁判と刑務所制度の改革を断行し、国際的に高い評価を受けたが、彼が腐敗していると告発する、シェワルナゼ体制内の要人と対立することとなった。サーカシュビリは2001年9月5日。サーカシュビリは、政府の腐敗に反対する人々を救護するため、翌月新政党。 統一国民運動を結成し、その党首となった。彼ら野党勢力は、2003年11月2日に、行われた議会の総選挙で、シェワルナゼ政権が大規模な不正を行ったと宣言し、選挙のやり直しと大統領の辞任を求める大規模な集会を、首都の飛びりしで行った。11月20日に始まり、10万人以上と呼ばれる人々を集め、サーカシュビリが先頭に立った。 野党勢力は議会を選挙し、11月23日に、シェワルナゼ大統領と交渉。シェワルナゼの提示した、大統領選挙前倒しと議会選やり直しの提案を拒否し、大統領を辞任させた。2004年、サーカシュビリの大統領就任式2003年11月26日、ニノブルジャナゼ暫定大統領を含む、野党勢力は、サーカシュビリを、 野党の統一大統領候補とすることを表明するが、最終的には、サーカシュビリを含め6人が、大統領選挙に立候補した。2004年に1月4日に行われた、大統領選挙は当初、アブハジアジ治共和国などのボイコット宣言もあって、選挙が有効となるか危ぶまれており、大統領選挙成立となる、投票率50%を超えないのではないかとの危惧も、存在していた。 ところが開票されてみると、投票率88.97%、得票率96.27%という、民主的な選挙としては、驚異的な得票を得て、サーカシュビリが圧勝する。サーカシュビリは、同月25日、正式に大統領に就任した。対独戦勝60周年記念式典の際には、バルト三国同様に、グルジアも1991年12月の、 ソ連崩壊後も、同国への駐留を続ける、ロシア連邦軍の撤退交渉で進展がなかったとして、ボイコットを決めた。その後、野党デモをきっかけとした非常事態宣言やデモを、武力で排除するなど、強権的な手法を行い、国内外からの批判が強まった。バラ革命後も、政常不安は改善せず、ロシアが平和維持として、アブハジアに軍を駐留するなど、 ロシアとの外交関係は険悪化した。こうしたサーカシュビリの強硬的な言論弾圧や性的排除は、後ろ盾であるアメリカ合衆国などをはじめ、民主化の交代との印象を強めさせた。その後サーカシュビリは、非常事態宣言を解除し、国民の不満を受けて、次期大統領選挙の前倒しを宣言して、立候補し当選した。2008年8月7日、 南オセチア自治州への派兵を行い、同日の記者会見で、同地域の大半の制圧と、州とスヒンバリの包囲を宣言した。これに対し同州の独立を後押しするロシアは強く、反発し、同州に増援部隊を派遣するとともに、トビリ市への空爆を実施し、南オセチア紛争が勃発した。サーカシュビリは8月9日に、戦争の継続を15日間延長させる。 大統領令を発令、議会側の承認を同時つえた。また、後日のイラク中流、グルジア軍2000人を近日中に帰国させ、ロシアとの戦闘に備える旨も述べた。8月12日に、ロシアが軍事作戦を停止すると、これを受けて、トビリ市の議会前で数千人の支持者を前に演説し、ロシアは我々をひざまずかせようとしたができなかったと述べ、 CIS 脱退の意向を表明し、8月14日に、この提案を、議会側が承認した。紛争後、ロシアとの武力衝突を招いたことで、多くの犠牲をもたらしたとして、サーカシュビリの責任を問う声が強くなった。サーカシュビリは2008年10月27日になど、グルゲニゼ首相を解任し、代わって、グリゴルム・ガロブリシビリを首相に任命したが、これは、 紛争に対する批判をかわすためだとする観測が出ている。同年11月7日には1万人以上の野党支持者による反政府デモが行われ、サーカシュビリの辞任と大統領選の早期実施を求めた。南オセチア紛争に関するサーカシュビリ自身の発言も変化し、紛争時に行っていた先に軍事行動を開始したのはロシア側だという主張を翻し、 同年11月28日に、グルジア側の方が先に、軍事行動を開始していたことを認めた。同年12月5日には、国防省、外省、国家安全保障会議書記を公決し、自らの責任回避に不信している。南オセチア紛争以降、サーカシュビリは苦しい立場に置かれていると見られていた。2010年5月に行われた軍事パレードでは、帝国は、 再び我々の独立を脅かしている。断固戦うのだと述べ、強気の姿勢を見せたが、市民たちの反応が、おおむね冷ややかであったことからも、サーカシュビリ政権が多くの民から支持されていないと思われていた。また、アメリカは、オバマ政権の発足後米ロ関係を修復する、動きに転じ、オバマがグルジアを軽視する姿勢を見せていることが、 サーカシュビリの立場をさらに苦しいものにしていると思われていた。ところが2010年5月30日の統一地方選挙ではサーカシュビリの与党統一国民運動が他を引き離して勝利した。名優であったウクライナなどが親ロシア派に転換した中で反ロシアを掲げて古軍奮闘するサーカシュビリに対するグルジア国民の根強い支持が浮き彫りとなった。 今後の政局運営について、サーカシュビリは、現行の大統領制から議員内閣制への移行を提案し、2008年の議会選挙で統一国民運動が圧勝していることから2010年秋の憲法改正案の議会上程成立を構想していた。しかし一向に改善しない国内経済や頓挫したままの NATO 加盟交渉をはじめとして、 親欧米外交の不調などから次第に支持率は加工していった。2012年10月1日、総選挙で統一国民運動は野党連合、グルジアの夢に過半数を奪われ、親サーカシュビリ派政権は内閣総辞職に追い込まれた。大統領として、グルジアの夢派のビジナイバニシュビリ議員による内閣を承認する結果となり、表面的には、 ナトー交渉の継続決定など、両者の友好と自身の中立性をアピールしたが、サーカシュビリの政治的影響力は明確に低下した。イバニシュビリ首相は就任するにあたって、サーカシュビリが私物化していた大統領官邸からの立ち退きを要請した。これに対してサーカシュビリは、報道官を通じて、大統領官邸は大統領の私物だと反論した。 これに対して、イ西ニシビリ首相は、自ら得た資材でなく、国民の税金で賄った、指定に住むことは、厳しい経済情勢下で行われる、非倫理的行為であるとして感謝への移住を提案した。2012年10月23日、イ西ニシビリ政権が本格的に指導すると、統一国民運動体制下での様々な、不法行為についての政府調査委員会が設立され、 ダビット・ウスパシュビリ国会議長が委員長に着任した。イバニシビリ首相は、統一国民運動が関与した様々な非合法行為について真相を明らかにすると宣言した。11月22日に政府調査委員会は、場合によってはサーカシュビリ大統領の逮捕もあり得るとコメントした。サーカシュビリの側近は、大統領が逮捕に怯え、少なくとも、 大統領任期中は逮捕はできないにもかかわらず、周囲に逮捕されると繰り返すなど、再びノイローゼ状態に陥っていると証言した。2013年4月12日、イバニシビリ首相は棚上げされていた、南オセチア紛争の改戦経緯についても正式な調査を行うことを決定し、すでに国防省による軍内調査が開始され、イバニシビリ政権は必要に応じて、 サーカシュビリ大統領を重要参考人として尋問すると表明した。2013年10月27日に執行された大統領選挙では、ダビド・バクラゼ前国会議長を擁立したが、新党派のギオルギ・マルグベラシュビリ前第一副首相に敗れた。11月17日をもって大統領を退任。2013年12月には、 ウクライナで発生した大規模反政府デモに連帯表明するために姿を見せた。グルジア政府から一連の汚職や拷問、弾圧等による国際指名手配が出ているため母国へ帰らずそのままウクライナに泊まっている。ポロシェンコ政権の諮問機関最高顧問に就任し、エカズグラゼやデシビリ島自身の名誉を引き連れて反ロシンベイ姿勢を強めるウクライナに、 事実上亡命した形となる。2015年5月30日、ポロシェンコ大統領の協力を得て、ウクライナ国籍まで取得し、さらに、オデッサ州知事にも就任した。オデッサ州は、震度派が多く、2015年5月2日には、オデッサにおいて、親欧米派と震度派の衝突に橋を発した、火災により多数の死者が発生する事件が起きている。 反路主義の亡命政治家であるサーカシュビリの知事就任により同地域の進路派制圧の意図を示したとみられている。2016年11月7日にオデッサ州知事を辞任する意を示し、ポロシェンコ大統領は同9日に辞任を受理したが、顧問辞任は却下した。ポロシェンコ大統領との路線対立が激化し、2017年7月26日にポロシェンコの大統領令により、 ウクライナ国籍を剥奪された。その後、2017年9月には無国籍という状態ながらも、ウクライナの国境検問所を強行突破して不法入国し、ユーリア・ティモシェンコ元首相と共に、ポロシェンコ大統領の辞任を旗印に、反政府運動を行っている。12月5日には、ポロシェンコ政権打倒のため放棄を呼びかけたことが、 国家転覆容疑に当たるとして逮捕されたが、支持者の手により釈放されている。翌6日に犯罪組織参加罪などの罪で起訴され、8日に再び逮捕された。2018年1月5日、ジョージアの首都トビリシの裁判所から、大統領在任中の2009年に、殺人罪で服役していた元警官4人に対し、違法に恩赦を与えたとして、 食権乱用罪で懲役4年の実刑判決を言い渡された。2月12日には不法滞在を理由にウクライナの首都キエフにおいて拘束され、その後ポーランドに強制追放された。2019年5月にウクライナの大統領に就任したウォロディミル・ゼレンスキー大統領により、再度ウクライナ国籍を付与されていたが、二千二十年五月七日、ゼレンスキー大統領により、 改革執行委員会議長に任命された。アメリカのジョージ・ W ・ブッシュ大統領とアメリカのジョン・マケイン上院議員と新保守主義、新自由主義者であり、サーカシュビリ政権では外国資本の積極的な導入が試みられた。世界銀行による世界各国の対事業、行為度の度合いを測定する世論調査でグルジアは、 2005年の112番目から2008年には15番目へと急上昇した。2007年、経済に対する直接投資は国民総生産のおよそ20%にも上った。しかし、国際的な金融危機の到来でそうした投資が枯渇することにより、経済崩壊が引き起こされた。2008年の最終四半期 経済成長は2007年の7%以上から2%へと下落した。強硬なグルジア民族主義者として知られ、グルジアの領土統一を目指して、大統領就任後に、ロシア寄りであったアジャリア自治共和国との国境を軍を使って封鎖し、武力侵攻も辞さないとの立場を示し、アバシーゼ大統領を力ずくで、ロシアに強制亡命させ、同地域を平定した。 また同じく親ロシア派のアブハジアと南オセチアの分離独立、北オセチアとの統一問題でロシアに対して抵抗する姿勢を示し、アブハジアからのロシア連邦軍即時撤退を求めている。ロシアの派遣主義に対しては就任以来一貫して激しく批判しており、ロシアを牽制するため欧米諸国、日本、イスラエルとの関係を強化した。 アメリカ・イギリス主導によるイラク戦争が勃発すると同戦争を支持し軍を派遣した。イラクには2008年3月の時点で2000人のグルジア軍兵士が派遣されているが、これは同戦争を主導したアメリカ・イギリス両国を例外とすれば最も多くの兵士が派遣されていることになる。また、イスラエルとは軍事、長方面などで緊密な協力関係にある。 アメリカ合衆国の中でもネオコン勢力と関係が深く、特にジョン・マケイン上院議員とは窮地の中である。またサーカシュビリの新米、ハンドシア路線でアメリカの一極支配への反抗の新霊線が顕著になった。2006年9月に安倍晋三が中華人民共和国、ロシア連邦を牽制する価値観外交を掲げ、内閣総理大臣に就任すると関係は、 急速に深まり、2007年3月7日から3月11日に、渡り来日している。首脳会談の中で、サーカッシュビリは、上記の価値観外交に賛意を示すとともに、日本の国際連合安全保障理事会、常任理事国入りへの支持も表明した。ありがとうございます。